世代を超えて愛され続けてきた松坂屋静岡店の回るお菓子売り場がその役目を終えることとなりました。売り場では別れを惜しむ声が多く聞かれました。松坂屋静岡店の回るお菓子売り場の引退を前に、売り場には大人から子どもまでたくさんのお客が集まっています。メリーゴーランドのように回転するお菓子の量り売り場。昭和時代の百貨店ではおなじみのコーナーで、松坂屋静岡店では1971年から導入されました。51年経つ今も健在でしたが、店舗の大改装に伴ってとうとうその役目を終えることになりました。楽しい？うん、楽しい。楽しい。何選ぶの？カステラとか、たい焼きとか。50年時代を遡って自分の記憶がちょっと出てきたりして、これを買って昔上に食堂があって、これを買ってあと上の食堂でホットケーキを食べた。それがすごい思い出です。昭和から令和まで幅広い世代に親しまれてきました。こちらの壁には回るお菓子売り場にお別れのメッセージを残すことができます。すでに多くの引退を惜しむ声が寄せられています。おととい設置した寄せ書きのコーナーには、すでに多くの人から引退を惜しむ声が寄せられていました。私も妻も小さい頃家族に連れられてよく来た思い出の売り場だったんで、子供たちにもそれを経験させたくて来ました。楽しかったです。楽しかったです。なんかお菓子が回ってて普通とは違う買い方ができる。思い出のお菓子売り場で新しい思い出が生まれました。正直寂しいという思いはありますけども、全国で少なくなっている中、よく今までここまで頑張ってきたなというねぎらいの気持ちをひっそりとね、お別れするのはもう寂しいので、もうここはね、もう皆さんに皆さんと一緒にお別れを言いたいなと思いまして。カラフルなお菓子を乗せて子どもたちを楽しませてきた松坂屋静岡店の回るお菓子売り場。お別れは来月23日、私たちに最後まで思い出を届けます。